こんにちは。国税庁 WebTax TV キャスターの伊藤美久です。納税証明書の請求から受け取りまでの手続きがスマートフォンでできるのをご存知でしょうか。これまでスマートフォンを使用した納税証明書のオンライン請求は税務署の窓口に行き、納税証明書を書面で受け取る必要がありましたが、令和4年9月からオンラインまたは郵送でも納税証明書の受け取りができるようになりました。またスマートフォンでマイナンバーカードを読み取りますので、これまでのように IC カードリーダーライターの準備も必要がなくなります。なおオンラインで受け取る場合は郵送料がかからない上、受け取りまでの時間を短縮することができます。ではスマートフォンを使用した納税証明書の請求方法をご紹介していきます。請求から発行までの流れとしては、1、スマートフォンから e-tax にログインし、納税証明書の請求データを作成。2、納税証明書の請求データを送信。3、手数料を納付し、e-tax 上に格納される納税証明書データをダウンロードの3段階になります。スマートフォンから納税証明書を請求する際に必要なものは、1、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン。2、請求される方本人のマイナンバーカード。以上となります。また、請求する際にマイナンバーカードを読み取りますので、お手持ちのスマートフォンにマイナポータルアプリを事前にダウンロードする必要があります。では実際にスマートフォンを使用した請求から受け取りまでの流れを確認してみましょう。まずは e-tax ホームページにアクセスします。e-tax ホームページの画面上部にあるログインをタップし、画面下部の e-tax ソフト SP 版ログイン画面へをタップすることで、e-tax ソフト SP 版が起動します。e-tax ソフト SP 版ログイン画面へをタップすると、次の画面が表示されます。マイナンバーカードによるログイン、または利用者識別番号によるログインからログインします。なお、法人の納税証明書を請求される方は、利用者識別番号によるログインからログインします。メインメニュー画面の中央にある申請・納税ボタンをタップすることで画面が切り替わります。今回は個人の方が納税証明書その3-2、未納税額がない証明、申告所得税および復興特別所得税、消費税および地方消費税を電子納税証明書のうち PDF 形式で受け取る場合を例にご説明していきます。なお、電子納税証明書、特に PDF 形式はご自宅やオフィスのプリンタ、コンビニエンスストアの印刷サービスで何枚でも印刷することができます。また、有効期間内であれば、ダウンロードした電子データを何度でもご利用いただけるなどのメリットがあります。画面が切り替わりましたら、納税証明書の交付請求を行うから、納税証明書を受け取る方法を選択します。今回は、納税証明書の交付請求、電子交付用をタップします。次に、提出先税務署をタップし、提出先の税務署を選択します。提出先を確認し、OK をタップします。提出先税務署の選択が終わりましたら、内容の作成をタップします。交付ファイルの種類の選択をタップすると、受け取る電子納税証明書のファイル形式が表示されます。今回は
PDF 形式をタップします。交付ファイルの種類の選択が完了したら、納税証明書の請求内容を入力していきます。証明書の種類の選択、入力をタップし、必要な納税証明書の情報を選択します。今回はその3-2、未納税額がない証明をタップします。内容を確認しましたら OK をタップします。入力が完了すると済みと表示されますので、請求漏れがないか確認してください。次は納税証明書の使用目的を入力します。証明書の使用目的の選択をタップすると、使用目的が表示されますので、該当するものを選択してください。なお、該当する目的が表示されていなければ、その他を選択し、使用目的を入力してください。使用目的の選択が完了したら OK をタップします。以上で納税証明書の交付請求に必要な情報の入力は完了となります。次へをタップし、納税証明書の請求データの送信を行います。これまで選択してきた内容に基づき、請求データの内容が表示されます。内容に誤りがなければ、電子署名の付与をタップし、電子署名の付与に移ります。電子署名を付与するには、まずマイナンバーカードの読み取りをタップします。マイナンバーカードの読み取りをタップすると、マイナポータルアプリが起動します。マイナンバーカードの署名用電子証明書のパスワードを入力し、次へをタップします。 iPhone 端末をご利用の方は、 iPhone の上部をマイナンバーカードの中央に置き、読み取り開始をタップします。表示されている画面に切り替わりましたら、読み取りは完了ですので、スマホ画面の左上のサファリをタップし、e-tax のタブを表示させます。 Android 端末をご利用の方は、マイナンバーカードをスマートフォンの NFC 読み取り位置にぴったりと密着させてください。 e-tax の画面に戻りましたら、電子署名の付与は完了です。電子署名の付与が完了すると、請求データの送信ができるようになりますので、送信をタップします。受付システムへの送信の確認メッセージが表示されますので、はいをタップします。請求データの送信が完了すると、送信完了を通知する画面が表示されます。必ず受信通知の確認をタップして、請求データの送信結果を確認するようにしてください。以上で納税証明書の請求は完了です。請求データが送信されると、提出先税務署において、送信された請求データに基づき、請求内容等の審査を行い、納税証明書の発行準備を行います。発行準備が終わりますと、メッセージボックスに納税証明書発行用が格納されます。メインメニューの送信結果お知らせをタップし、メッセージボックスを確認してください。なお、メールアドレスを登録されている場合は、登録されたメールアドレスにもお知らせしますので、登録をお勧めします。次に納税証明書の受け取り方法をご説明します。メッセージボックスに格納された納税証明書発行用をタップすると、納税証明書を発行しますかのメッセージが表示されますので、はいをタップします。
はいをタップすると、手数料の納付を案内する画面が表示されます。表示された収納期間番号、納付番号、確認番号でインターネットバンキング等により手数料の納付を行ってください。インターネットバンキングをタップすると外部サイトへ移動しますので、ご利用の金融機関を選択の上、納付を行ってください。手数料の納付が完了したら、メッセージボックスに格納されている納税証明書発行用を再度タップします。メッセージをタップすると、納税証明書データのダウンロード画面が表示されますので、ダウンロード PDF 形式をタップし、ファイルのダウンロードを行います。以上で納税証明書の受け取りは完了です。スマートフォンでの納税証明書の請求は、インターネット環境があればどこでもでき、とても便利です。また、電子納税証明書の PDF 形式は、ダウンロードしたファイルを自宅やオフィスで印刷することもできます。スマートフォンでの納税証明書の請求や、電子納税証明書の PDF 形式の受け取りは、どちらもとても便利ですので、この機会にぜひご利用ください。